ニュースポストセブンです。映画地獄の花園のヒット御礼舞台挨拶終了後、私服姿の広瀬アリスさんの姿を目撃しました。広瀬さんは白い T シャツに深い V カットの黒いキャミロンパースで、顔の下半分がすっぽり隠れる黒いマスク姿、地下駐車場で大勢の大人たちが歩く中で小顔がひときわ目立っていました。あるベテラン女性スタイリストは、身長はやや高めの165センチで、小さい顔と首の長さも相まって8頭身ぐらいに見えます。健康的でかつ女性らしいですねと抜群のスタイルを絶賛しています。ニュースポストセブン。